はい、皆さんこんにちは、クニネムです。川崎の ZRX ですけれども、今回も続きからやっていきたいと思います。今日はですね、クランクシャフトにコンロットを取り付けていきたいと思います。いよいよね、組み立てしていこうかなということで、コンロットこれですね、これをクランクシャフトのですね、クランクピンにこうね、4気筒なんで4つつきます。で、取り付けの時にね、油を塗りましょうということがサービスマニュアルに書いてるんですけど、このコンロットの大端部ですね、ここはメタルを挟んで、こうつきますけども、メタルの内側にですね、モリブデングリスを塗りましょうとサービスマニュアルには書いてあるんですね。で、前回はそうサービスマニュアル通りにしたんですけど、今回はね、このワコーズのアッセンブリーペースト、組み立てペースト、組み付けペーストというやつですね。これを使いたいと思います。初めて使うんでね、楽しみですけど、モリブデングリスでもいいかと思うんですけどね、私みたいにもたもたしてるもんにとっては、時間が経ちますと油気がおりますんで、やっぱりそのね、油気、塗りたい場所、残ってほしい場所に、留まってくれるね、こういうのがいいのかなと思います。評判もいいんでね、今回はこれ使います。で、取り付けの時のボルトナットですね、新品を用意しました、ね、このコンロットのここにこう2本ね、留めますけど、このボルトは再使用不可ということで、もう1回取り外したらね、もう取り付けには使えないというものなんですね。ですから新品を用意しました。でサービスマニュアルを見ますと、この新品のね、ボルトナット取り付けの時は防精油がついてると、錆防止の油がついてると。でそれを全部洗い流して、でエンジンオイルを塗って、取り付けてくださいということですね。でこれはね、サービスマニュアル通りエンジンオイルを最初塗ってね、取り付けたいかなというふうに思います。それではね、やっていきます。はい、それではコンロットのボルトとナットですね、新品を開封していきます。言ってた通り、再使用ができないものということで、全部新品を使います。以前に組み立てた時ね、新品にしないで再利用したかと思うんですけども、その再利用したことが原因で何か悪いことが起きたのかどうかはわからないですね。で、再使用したら、どういった不具合が起きるのかっていうのもちょっとよくわからないですね。締め付けトルクが変わるということですかね。で、サービスマニュアルに防精用の油を洗い流してくださいということで、パーツクリーナーをざっとかけまして、拭き上げていきます。で、どうせこの後エンジンオイルをこのボルトナットに塗りますんで、ここで脱脂する意味ってなんかあるのかどうかちょっと納得できないんですけども、書いてあることですんで、とりあえずついてる油っ気を取っていきます。で次にエンジンオイルを塗っていきます。もう塗るというか、もうボトッとひたしたという感じですね。ボルトの方はもうこのエンジンオイルの中につけまして、出していきます。でコンロットですけども、前についてたボルトナットがついたままになってますんで、これを取り外していきます。で、一回使うともう破棄ということでね、使い道がないボルトナットですけれども、本当にそうなのかなってちょっと思うんですよね。で、使えるか使えないかの判断がもうできないんですけど、締め付けた時にこのボルトが伸びるらしいんですね。で、伸びてこの縮もうとするその力ですよね。それで、がっちりと、締め付けてるということなんでしょうけども、その辺のことがよくわからないのでね、今回新品使って、この取り外したもの一応捨てないで、置いとこうかと思います。
で、油につけておきました新品のボルトナットですね、余分な油を拭き取っていきます。で、もう一つ疑問なんですけども、オイルクリアランスを測るとき、このボルト類はこういうエンジンオイルをつけてということはしてないんですよね。で、最終取り付け今からしますけれども、その時はこうやってね、エンジンオイルをつけるということで、ボルトナットにエンジンオイルつけますと締め付け具合が変わってきますよね。それはいいのかなと、どうなのかなとちょっと思ったんですけども、やっぱりあれだけエンジンオイル塗りますと、締め付けトルク強くなってしまうんじゃないかなというふうに思うんですね。作業どんどん進めまして、コンロッド拭き上げまして、内側ですね、メタルのところに、ワコーズのアッセンブリーペーストを塗っていきます。サービスマニュアルにはね、ここはモリブデングリスを塗りましょうということなんですけども、今回はね、もうちょっといきりまして、プロっぽいね、このアッセンブリーペーストをつけていきます。で、今塗ってるとこね、コンロと大胆部の側面ですけども、ここに、そういう油っ気のものをね、塗りましょうということは書いてないんですけども、一応塗っておきます。側面もね、やっぱり潤滑あった方がいいと思うんですよね。勝手に自分の判断でやりました。クランクシャフトのクランクピン、こちらに、アッセンブリーペーストを塗っていきます。でね、このアッセンブリーペーストね、この1台分に使う量は本当少しでいいですね。これやってんの見たら分かる通り、内蓋についてきた分ですよね。もうそれを指にとってね、塗るだけでも十分足りました。で、コンロッドをクランクシャフトに取り付けていきます。ナットを取り付けていきます。で、2つつきますんで、その2つを、なるべく偏らないようにね、均等にまんべんなく締めていくということで、弱い力からね、交代交代に締め付けていきます。で、プラスチゲージを挟んで、オイルクリアランスを測る時の締め付け方っていうのは、このコンロとその間動かしてはいけないっていうルールがあるんですよね。締め付けてる最中にコンロッドを動かしますと、中に挟まるプラスチゲージの潰れ具合がおかしなことになると、で、今回はもうこれ最終の本取り付けですんで、コンロッドを別に少しぐらい動かしてもね、問題ないんですよね。ただ癖っていうのは恐ろしいものでね、コンロッドを動かさないように手で押さえてやってしまいますね。別に動いてもいいんですけども。で、締め付けですけども、24ニュートンメーターで締めて120度の角度締めというやり方でしてます。で、その24ニュートンの締め付けですけれども、いきなり24ニュートンで締めるんではなくてね、2回に分けて、その半分の12で1回締めて、2回目24で締める、もしくはね、3回に分けて、締める、もしくは半分で締めるんじゃなくて、もういきなり20ぐらいで締めて、で24で締める、いろんなやり方があると思うんですね。で、私は半分の12で1回締めて、そして24で締めるということをやりました。だから2回、に分けて締めたんですよね。で、クランクシャフトの方はね、サービスマニュアルの方には半分で1回締めて、2回目で、本トルクで締めてと書いてますね。いろんなやり方があって、どれが正解か分かりませんけれども、時間があるんでしたらね、丁寧にするのがいいのかなと思います。で、コンロットですね、4つつきまして、まだ角度締めはしてないんですけど、全部24ニュートンで、締め付けが終わったところです。で、コンロットの動きね、確認してます。上下のガタですよね、それが取り外した時あったんですけど、その上下のガタはもうさすがになくなりました。きっちりねついてるんですけども、この左右のガタっていうのがちょっとあるんですね。
で、それも全部にあの同じようにあるんで、まあ、それはそれでいいのかななんてちょっと思いながらやってます。で、ここから角度締めをしていきます。24ニュートンメーターで締め付けましたナットですけれども、ここからさらにですね120度締め付けるんですね。でナットに白のペイントをしまして、印をつけて回していきます。でナットは六角形になってますんで、一つの山が60度ということで、山2つ分ですね、締め付ける方向に回してやると。で結構な力がいりますね。この私の頼りない作業台が揺れるぐらいの力です。これで角度締めをしていきます。はい、ということでクランクシャフトにコンロットがつきました。ワコーズのねアッセンブリーペーストも塗りまくってますんで、すごくスムーズに何の抵抗もなく回りますけども、車から取り外した時ね、このコンロットにガタがあったんですよね。この縦方向にガタがありまして、もう今はもう全く4つともガタはないです。だから広がってたクリアランスがね適正になったということでしょうけども、ただですね、確かにこう縦方向にはガタ全然ないんですけど、この画面で左右にするとちょっとガタあるんですね。これはいいんですかね、こういう動きね。全部にあるんです、同じ間隔のガタが。これはいいのかな、何の型なんだろう。これはいいのか悪いのかわからない。でもこのコンロットの厚みですかね、それが薄くなってるっていうことかな。何が正解かわからないんで、これがいいのか悪いのかわからないですけども、まあまあこの先進んでいきます。で、言ってましたコンロットの左右のガタつきですね、あれは未だにいいのか悪いのかちょっと分かってないんですけども、まあ、このまま組んでいくということで、先を進めてます。クランクケースですね、これを仕上げていくんですけども、まずこのオイルパイプのとこですね、左右の蓋外したままでした。中をね洗浄するのに外してた蓋ですね、つけていきます。両端ですね、ボルトの種類が違うんですね。右側は普通の六角の、ボルトに、オーリングがついてます。で今締めてるところはね、中が六角に穴の開いた芋ネジみたいなタイプになってますね。それを締め付けました。でこのクランクケースのロア側ですけども、ここに今組みました、クランクシャフトとコンロットを乗せていくということですね。で、クランクケースからトランスミッションギアを取り外してましたんで、ギアを先つけます。サービスマニュアルにはこのシフトフォークのところですね、エンジンオイルを塗ってくれとありましたんで、エンジンオイルを塗ってます。でここにギアが乗るわけですけども、ギアを乗せる位置ですね、きちんとした位置に乗せないと、クランクケースの蓋をかぶせるときにですね、ちゃんと位置が合ってないとかぶせることができないんですね。
で若干ですけども今このステルコのギア、画面で言いますと左右に若干位置調整できる余地があるんですね。動かすことができまして、乗せるだけではきっちりした位置が出ないんですね。で半月キー2つとノックピン2つがありまして、この位置がきっちりと出てないと、クランクケースの蓋がですね、閉めれないと。まあ、ただ今の段階ではこれギアただ適当に乗せただけで、クランクケースの蓋をするときにね、きっちりと位置を出したいかなと思います。で次にですね、クランクシャフトが乗るところですね、ここにまたワコーズのアッセンブリーペーストを塗っていきます。でクランクシャフト側のメインジャーナルにも、同じくねアッセンブリーペーストを塗っていきます。で今回ねこれ初めて使う、ペーストですけども今まではね、モリブデングリスでここやってたんですね。でモリブデングリスと比べたらこのワコゾのアッセンブリーペーストの方が柔らかいですね。まあ、こんな柔らかいもので、長時間保持してくれるのかなっていうのはあるんですけど、まあ、評判これいいんでね、信用して使っていきたいと思います。出してきましたカムチェーンですけれども、もう危うくつけ忘れてまして、もうこのタイミングでつけておかないと後からつけれないですね。もうこの存在自体忘れてたんですけども、実はこのカムチェーン今回の一連の点検の隠れた主役でもあるんですね。取り外したカムチェーンが結構伸びてましてね、新品と伸びたチェーンを比べるようなこと動画で、結構前に出してましたけども、このチェーンが伸びますとやっぱりバルブタイミングとかね、まあ、そういうところにも影響があるかと思いますんで、今回はね、すっきりさせるためにも新品のチェーンを使いました。でこれでクランクケースに乗せまして、まだなんかちょっと歪んでますね。これで乗りました。動きをねちょっと確認してますけども、おかしな乗り方してたらね傷ついたりするんで、慎重に少しずつ鳴らすように回してみました。このロッドですけども何の抵抗もなくくるくる回って動きますんで、動くたびにこのクランクケースの接合面のところにコン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 当たるんですよね。でこの後クランクケースのアッパー側を、まあ、上からかぶせて蓋していくんですけども、その時もあちこち首が動きまして、あちこち当たるんで、首のところだけねこうやって養生テープを貼っておきます。はい、ということでね、クランクシャフトをクランクケースに乗せました。危うくねこのチェーンをかけ忘れるところでしたけども、次回はね、蓋をして、液ガスですよね、液ガスを塗って蓋をして、出しましたエンジンスタンドね、スタンドの方に、乗せていきたいかなと思います。ということでね、もたもたしてますけども、続きまたやっていきますので、ご興味のある方ぜひともお付き合いをください。それでは。